せーの、カルチャンネルレザー読み。さあ今日は何やろうかなと思って見て見つけた。はい。もう絶版ですがね。ね、ガーネットですよね。絶版ですかね。はい、ガーネットクローの First Photoscope Fifth Anniversary と書いてあります。5周年記念のアーティスト本ですね。はい。これ絶版ですかね。うん、もう今レアなんじゃないですかね、相当。ないのかな。うん、でももしかしたらゲットできた場合のためにね、少しだけ紹介ね、しときましょうかということでね。全部はできないけど、うん、最初にじゃあまず皆さんのためにアーティスト紹介をいきましょう。そうですね。アーティスト紹介をいこうか。うん。多分みんなね、わかると思うんだ。見ればわかると思う。はい。見ればわかる。わ。じゃあまずね、最初はゆりっと。はい。みんなのね、大好き。これね。はい、ボーカルのね。ゆりっとじゃない。はい。作曲とボーカルの中村ゆりさんですね。次の人は誰でしょうね。はい、来ましたね。はい、作詞とキーボードのあずきななさんです。綺麗ですね、ななさんね。さて次は、はい、はい、岡持ちですね、ギターの岡本仁さん。岡持ち元気でやってますよ、ギター上手いですかね。上手ですね。まあ、まっちゃんも、まっちゃんといい勝負かもしれない。ねえ、あ、今手前かな、リーダーいたね。リーダー手前だ。うん、リーダーいました。はい、はい、アレンジとキーボードのリーダー古井博人さんです。この方はディーンのリーダーの山根さんと同じ大学の方でしたよ。でも、つながりがあったね。そうなんですね。だって、次は何を見せようかなと思ってて。ゴッドハンドですからね、リーダーは。ここが一番ね。ああ、いいですね、ユリッペの。ほんと初期の頃だね、ミステリアサイズとかの頃。ねえ。で、そのイメージが相当ありますよ。ね、これが、ナナさん。ナナさんのね。ナナさん、綺麗ですね。いいですね。今どうしてるのかな。ねえ、出てほしいな。本当ですね。これが多分リーダー。リーダー、そうですね、古井さんですね。ゴッドハンドです。珍しいね、サングラスしてないのがあった、それ。ん、一番左の珍しいね。珍しい。これが、はい、岡持ちです、ギターのね。はい、岡持さん。なんか誰か言ってない、なんか斎藤なんかですね、今出てるさ。この方歌も歌えるから、ソロでやってるからね。ああ、いいですね。じゃあちょっと次はね、もうちょっと。セカンドの頃ですね。飛んでね、飛んでね。ごめんね、飛ばないとさ、全部見せちゃうと、どうにもならないから。でもレアですからね。レア、レアですよ。ああ、ユリペイですね。これがね、この CD に使われてない写真ですよね。これがね、もうあの、成長。さっきの誕生だ。うん。あら、綺麗だね。いいですね。なんか女優さんみたいだね。本当だよね。見ちゃうと。中村ゆりっていう女優さん、本当にいるしね。ナナさんだ。ナナさん、綺麗ね。なんかね、この人なんか女優さんだ、本当に。本当だよね、綺麗ね。どこに行ったら会えるの？ねえ。こんな可愛い子。ね。あ、見たことないんだけど。はい、ゴッドハンドリーダーですね、古井さん。この人ね、なんか歌うまそうだね。なんか、エクジャパンの人に似てないけど、リーダーの細かい人に、歌ってる人に。はい、岡持ちでーす。岡持ちさん、ギターのスーパーライトっていう名前でソロでもやってます。歌がすごく上手です。ガーネの歌も歌ってます。これがね、すごいなんかかっこいいね。ミニクロもガーネット、じゃない、ユリペと一緒にやってます。あ、いいですね、その写真ね。4年目ぐらいのやつかな。そうだね。うん。4年目って言うと、結構、なんか年齢あんまりちょっと、やっちゃうとさ、うん、
I'm waiting for you。 クレーム来ちゃうからさ、あんまりね、見せれないことをね願ってさ、やんないようにしてるんだけど、で最後に約2枚だけ見せて、こんだけ見れればでも十分じゃないですか。結構見せてくれたよね、だいぶね。あとラストね、ラストこれやるよね、未来っていう、あ、いいですね、ようちゃん。またね、あれですね、ガーネはこの先あれですよね、あの山本真知穂ちゃんっていう子がね、あのゆあちゃんとかと一緒にテレビ番組出たりしてね、これからデビューの今ね準備中っていうことでね、楽しみですよね。まあ、歌がね聞いてないしね、歌もね、あれから聞いてないんだよね。ぜひともね、皆さんあのトリビュートバンドっていうことなんでね、応援していただきたいですね。そうですね。でガーネの曲も今日ね、カズチャンネルあのね、とってもかっこいいミスティミステリーね、コナンの歌歌いましたもんね。そうですね。だからぜひともね、懐かしいね。ね、もうカズチャンネルはだいたいその歌でアドのシーンで出てくるからね、もうリンクしてますもんね。そう、もうこればっかりはすごいですよ、本当。ぜひともね、カズチャンネルレーザー登録の上見てもらいたいですよね。そうですね。これはね、まあ今の状況を考えるとやっぱりね、なんかね、ライブあんまりライブやってないからね。うん。あとまちこちゃんがね、どんどん頑張ってね。本当よね。立ち上げてくれるからね。そうだから。あのね、ガーネットの CD とかも聴いてね、予習しといた方がいいですよね。そうそう、どんな曲でデビューするかわかんないけどね。で、ね、まあ、代表曲だと何ですかね。やっぱデビュー曲かね、ミステリアサイズとかコナンのね、あれが有名ですもんね。あの子がね、やっぱ独り立ちした時に、コナン歌ってくれたら嬉しいんだよね。本当だよね。今歌ってるのビーズとか、マイちゃん、ブレイカーズ、ブレイカーズ、ワンズ、ぐらいか。ね。でね、今あの、ガーネットもね、10曲ぐらい歌ってたから、当時ね、映画版も歌ってたし。そういうのはね、あのバッチが新しいね、曲出してくれて、ね、エンディングブレイカー、だっけかな、だったっけな、まあ、いや、感じしたんだけど、違ったっけな。そうだと思う、多分。だと思うね。また4月ぐらいから変わるのかしらね、もしかしたらね。でもまあ、結構フェス早いもんね、変わるのね。早いですね。うん、結構ね、舞ちゃんの、エロニカとかいろいろ。マイちゃんちょっと早くなかったですか、なんか期間が。今回マイちゃん早かったね。早かったよね。ワンズも意外に早かったですね。マイちゃんさ、違うコーナーさ、やつをそれやったからさ、あ、そういうこともあるかしらね。あの違う曲もさ、まあ争奪戦よね、何しろあれ同じ会社でね。だからね、会社が同じだとね、やっぱ大変ですよね、そこ。譲り合いがね。でブレーカーもね、ビーズもね、同じなんだよね。でビーズの今イブっていうさ、まあ、映画の主題歌もさ、出してるからさ、ね、ちょっとブレーカーとはね、まだちょっとあの、まあ、格が違うんだよね。ね、レベルというか。まあね。ということで、またね、コロナもね、1万ちょっととかいつも報告されてますけど、やっぱ基本のね、手指消毒とね、うがい、マスク、ソーシャルディスタンス。でね、ワクチン3回目が始まってるみたいですけど、ね、ワクチンしたからといってね、無敵モードになっちゃダメですよね。無敵じゃないから。あね、重症化をしなくてもね。ワクチンがね、何回打ってもね、重症になるだけであって、なるはないからね。で、しかも4ヶ月とか6ヶ月でね、効果がだいぶ薄くなっちゃうっていうからね。いや、いいよね、もう。やっぱね、薬のね、期間っていうのはね、短いからね。そう、だからね、皆さんぜひとも、あの、かからないのを優先にね、その自分は大丈夫と思っちゃいけないですよね、何しろ。そうね。あとやっぱね、まあなかなか言えないと思うんだけどね、注意してあげるのもね、優しさしないかもしれないですけどね。まあでもマスクのことでね、注意したりして、あのすごい事件になっちゃったりとかあるから難しいところですね。注意して逆ギレする人がいるからね、今その辺も気をつけて、ぜひとも皆さんそれぞれでね。そうですね、まあほどほどに。そう。で、なるべくね、そういう外で時間を過ごさないようにしてね、おうち時間を増やして、ぜひとも、もうカズチャンネルレーザーね、動画数がもう200本近くになってきてますから。さっきね、187人。ああ、やっぱ結構すごい。もうそろそろもう200リーチになりますので、ぜひとも1から見てもらえればね、いっぱい時間ありますからね。そうですね。9時から、夜のね、9時なんで、もう飲食店しまって。余裕、そう。やっぱそれまでの時間でぜひとも見て、健やかにお過ごしください。それじゃあ次また会いましょう。またね。